バージェス頁岩類層で発見されたアノマロカリスの全身化石、バージェス頁岩とは、約5億500万年前の海生動物化石を多産するカナダの化石地層の通称。層序学的には、当時の海底崖の沖合に堆積した、スティーブン層の層崖寄りの一部分にあたる。よって、バージェス頁岩は正式な層序ユニットの名称ではない。1909年、ロッキー山系のカナダ側、ブリティッシュコロンビア州にかかる地域の一角にあたる、バージェス山付近にて、米国の古生物学者、チャールズ・ウォルコットによって発見された。アノマロカリスの化石の一部それまで発見されたことのなかった動物化石が軟体組織まで鮮明に保存された状態で大量に出土したことで有名であり、そこから発見されたアノマロカリス、オパビニア、ハルキゲニア、マーレラなどの動物群はバージェス動物群もしくはバージェス頁岩動物群と称され、現在も発掘、研究が続けられる。極めて古い時代の動物化石が集中して発見される数少ない場所として当初から注目を集めていたが、発見された当時は節足動物と思われたかなり奇妙な化石小動物が既存の分類体系に適合しないため、それをどのように説明するかで広範な議論を呼んだ。1989年、古生物学者スティーブン・J・グールドのワンダフル・ライフバージェス頁岩と生物進化の物語によって広く一般にも知られることとなった。発見者名にちなんで呼ばれるウォルコット採石場はバージェス頁岩化石の模式地である。バージェス動物群とほぼ同じ生物層の化石は中国雲南省墨江の地層からも発見され、これは墨江生物群と呼ばれている。また、オーストラリアではバージェス動物群や墨江生物群が属するカンブリア紀よりも、さらに時代が古い陰生代新原生代後期、エディアカラ紀に属していると見られる地層から、エディアカラ生物群が発見されている。バージェス頁岩類層は、ユネスコの世界遺産、カナディアンロッキー山脈自然公園群の登録区域に含まれている。1980年に、バージェス頁岩類層が単独で登録されていたが、1984年にこの類層を含むカナディアンロッキー山脈自然公園群が新たに登録されて、同時に単独の物件としての記載は削除された。バージェス頁岩類層、アルバータ州カルガリーから車で、バンフ、レイクルイーズを経由して、トランスカナダハイウェイで、ブリティッシュコロンビア州に入る。フィールドという町から北にバージェス山とフィールド山、東にスティーブン山を望む。ウォルコット採石場はエメラルド湖からバージェス峠へ登り、フィールド山へ向かい、さらに奥のアプタ山との間の中原に位置する。スティーブン山でもフィールド山と同一の地層から大量の三葉虫を含む化石が発見されている。これはチャールズ・ウォルコットより前の1886年に鉄道建設隊によってなされたものである。いずれも立ち入り禁止区域だが、フィールドの町にあるビジターセンターで予約ガイド付き見学を申し込める。ありがとうございます。